今週の一問一答です。影武者さん、男性60代、岐阜県の方、いつもあの影武者さんたくさんの質問いただいてるんですが、この質問長いんで簡潔に言いますと、通信社やですねマスコミの、世論調査、まあ、これでよくですね次の市長は誰がいいですかというのがあるんだけれども、まあ、これは一体何を根拠にやってるんだと、つまりどういう質問をしたのか、それからどなたにいいですかというのもですね、何も決めてなくて初めからこの中から選んでくださいという形でやっていると。でこれは完全にですね世論誘導というか、そういうことだけで意味がないんじゃないのかと。でこういう、マスコミのあり方はおかしいんじゃないのかと、まあ、こういうことなんですけれどもね、まあ、それはその通りなんですね。でというか本当にね、私一番問題だと思うのは、新聞社、このマスコミ、これがですね本当に正しいことを全く、この報じないんですね。と言いますのは、一つは例えばあの今週の西田ビジョンで消費税の話が言ってますけれども、消費税問題も、ご存知のようにいわゆるこの新聞、ここはですね、新聞出版はこの消費税そのまま上げないと、軽減税率使うと、まあ、こういうことになっているようなんですけれども、これなどですね、なぜ新聞が軽減税率、いや消費税上げなくていいのかということなんですけれども、これはっきり言いまして、まあ、出版も新聞社もですね含めですね、大変な、このインターネットの普及によって、売り上げが減っているわけですよね。でここで消費税を上げればですね、間違いなく新聞の一般の購読者数一挙にですね減ると思いますね。でまさに事実上あの新聞代が上がるということですから、で特に新聞などの場合には、私はまあ、全て一応取ってますけれどもね、で昔は宿舎でも取っていたりしたんです。同じように会社の方でも、この一つの課とか係とかね、一つのビルの中で、何十何百というですね新聞を購読しているわけですよね。でところがもう実際問題、新聞を朝見るよりもですね、ほとんどのニュースはインターネットで先に見てるんですよね。ヘッドラインニュース、それからインターネットによる新聞市場っていうのも有料で買えたりしますからね。でそうするとそれだけ要するにお付き合いで買ってるやつなんてのはもうはっきり言って買う必要ないわけですよね。でところが今までお付き合いというものがありますよね。ですから、そういう形で買ったりしてるんですけれども、消費税が上がることによって、あこれ良い機会でこれからもう 7% から 8% から、この 10% になると、で 何百円か何千円か年間ではかかってきますよね。でしかもそれが何十何百という部数を取ってるところでしたら、もうこれ経費削減で、整理したいんですというので間違いなくカットしていくんですよね。そのきっかけを与えるのが消費増税ということになると。だからそれはもう新聞社はどの新聞社もこれ死活問題になってきますよね。ですから、この問題は、自分たちの会社の、死活問題ですから、絶対になぜ、新聞社だけ出版だけ、文化的なもんだとか言ってるけれどもね、そもそも同じものがもうインターネットで出てるんですから、そのビジネスモデルが実はもう古いビジネスモデルで間違ってるんだと。でそういうことは他の業種もいっぱいあるわけですよ。で例えば、まあ、一般のスーパーや、この量販店なんかもですね、どん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 初めは商店街を、侵食して、どんどん廃店に追い込んでいったんですけども、今度は自分たちがですよ大きな投資をしても、今度物の流れがですねインターネットで買うようになってきてますから、これも大変な経営難になってきてるわけですね。大きな投資をしているところは、まあ、でこういうビジネスモデルの転換っていうのはたくさんあって、しかしそれをみんな自分たちの企業努力で克服、もしくはできなかったところは廃業という形になってしまってるわけですよ。なんでじゃあ新聞とか、そういうところだけ特別扱いされる理由があるのかというと全くありませんよね。で要するに紙じゃなくてこれから電子媒体のなってくると、まあ、これはもう、もう無視できないというか、もう聞き返すことのできない状態になっているわけです。で私は新聞社がなくなってもいいなんてことは思ってませんよ。新聞社はもちろん必要だし、必要なんですけれども、要するにそのビジネスのモデルとして紙媒体ではなくなってきていると。でそれよりも、しっかりとしたですね内容のある記事を、まあ、有料でいいんですよ。インターネットで中心でですね無料で配信するんじゃなくて、インターネットで有料配信制でそれを、簡単にですねみんなが、
このコピペで流すことはできないような仕組みも含めてですね、もう少し有意義なニュースを有料で配信していくという形の制度を作っていく方がですね、私は間違いないと思うんですよね。でしかしまあ、そういうことのできる準備がしている前に、まあ、世の中変わってきてますから、彼らが、この消費税の増税を止めたいという気持ちは分かりますけれども、これはちょっとですね、自分たちそのことについて、もしそういうことを他の業界がやっていたらですよ、新聞も、テレビ局も、やんやとこれは非難するはずですよ。ところがこれについては全く一切何のその自己批判も含めてないですよね。で問題にしようとしない。でこういうことも含めですね、結局マスコミというのは結局商業で、自分たちがまず食っていかなきゃならないと。でいきなりそんな形で、印刷部門をなくしたりできないじゃないかと。でそれからまたその新聞販売店をどんどん伸ばしてきてですね、その方々の生活どうなるんだとか、まあ、そういう話を当然あるんです。あるからその方々も大変なことになるんで、大変だと私思いますけれども、他も同じことになってるんですよね。だからそう思うと、もう少しそこはですね、謙虚に新聞社自身も自分たちの経営の在り方というものを考えてですね、そのことはそのこととして自分たちの業界だけ守ってもらってるっていうのはどうなのかと。でそれを正しいというんだったら、他にも同じ業態があるわけですよ。この小売業をはじめですね、一般の小売業をはじめ大変な被害を受けてるところがある。だからそれをどう守っていくんだということもやっぱり提案しないとですね、ちょっと私はいかがなものかというこの感じるわけですね。まあ、ということで今日は、この影武者さんからマスコミのあり方についてのご質問がありましたので、思うところを述べさせていただきました。今回は影武者さんが3通、田中一郎さん、サッシさん、まあ、3通、それから熊五郎さん、トロッコさん、フクロウさん、川梨さん、いつものウッキーさんから2通、以上合わせて13通いただきました。ありがとうございました。